絶望名人カフカの人生論、柏木ひろきさん編訳より抜粋してお届けします。第13章、食べることに絶望した。73、極端な食事制限。夜、僕が食べないからといってかわいそうな母はめそめそ泣く。日記。食べないということはカフカの一つの特徴です。自分の体が細くて虚弱なことを心配しながら、それでも固くなに食べません。それは健康になることを拒否しているわけではありません。全く逆です。体を守るためにこそ簡単には食事を取らないのです。考えてみれば、食べるということは外のものを内に入れるということです。自分以外のものを自分の体の中に吸収するということです。見知らぬ他人を簡単には部屋の中に入れられないように、食べ物を不用意に口の中に入れて飲み込むようなことはとてもできないのです。食べ物は口に入れていいものかどうか十分に吟味され、少しでも疑念を感じさせるものは一切拒否されます。たとえ母親の手作りの料理で、それを食べないことで母親が泣くとしても。お聞きいただきありがとうございます。青空ゆりねチャンネル登録よろしくお願いします。